事故の二日後の朝、右から左へ暴走車は通過。画面中央左は大和王子交番。路面に被害者が倒れた位置が記載されている。路面には被害者が倒れていた跡がチョークで記載されている。市場通りから眺めた大和王子。道幅の狭い道路であることがわかる2008年頃の撮影京都祇音系ワゴン車暴走事故とは、 2012年4月12日に京都府京都市東山区議園で軽ワゴン車を運転していた運転手の男性が運転中に暴走事故を起こし運転者を含む8名が死亡12人が重軽傷を負った交通事故事故原因は最終的に運転手の持病の転換発作とされた運転手は2003年にバイクで単独交通事故を起こし農座賞を受賞した その後を一生として、転換発作が起こるようになったが、病状を申告せずに運転免許を更新していた。運転手は2012年になって二度意識、消失発作を起こしており、家族と医師。第一現場事故は、京阪電鉄祇園市場駅の東側に位置する、大和王子通りの亀井町付近で起きた。大和王子2で南側より市場通りに向かって、運転手は、軽ワゴン車を運転していた。 市場通行交差点手前で、軽ワゴン車は前を走っていったタクシーに、右後方から衝突した。衝突されたタクシーは衝突の衝撃で、時速2 1トルだった速度が、時速2 9トルとなった。タクシーは左側に車を寄せて停車したが、軽ワゴン車は一旦停車してバックしたものの、停車したタクシーの横をゆっくりとすり抜け、 タクシー運転手の静止を無視してそのまま走り去った。第二現場系ワゴン車は衝突したタクシーの横をすり抜けてから25メートルほど走行した後に急に速度を上げた。タクシーと衝突した地点から150メートルほど走行し、信号待ちの車列を右側から追い越して赤信号になった市場通りの交差点に突入した。当時は桜が満開となっており、 週末の昼時とあって、観光客も歩道には50名ほどおり、青信号に変わった横断歩道を渡っているところに、軽ワゴン車が突っ込んだ形となった。交差点の南側で10人、北側で4人を死傷させたとされる。全くブレーキをかけず、人々を跳ね飛ばしながら市場通りの交差点を通過し、山と王子交番前を過ぎて、軽ワゴン車はさらに北上した。 この時の交差点の通過速度は時速50キロメートルとされた。また交差点に入ってきた市バスを衝突寸前で軽ワゴン車は回避している。第三現場山当時にも通行車両がいたが軽ワゴン車はその右側をすり抜けるように猛スピードで交差点から190メートルを走行した。途中二人の通行人に接触し負傷させた。 微罪店町に入ったあたりで道の左側に停車していたトラックを避ける形で右側の電柱に激突して止まった。この際にも通行人1名が巻き込まれ死亡している。交差点から電柱までには10台の車両がいたが、うち4台の車両に軽く接触しただけで衝突は回避している。途中接触した別のタクシーには接触現場から電柱までの40メートルを3秒で、 走り抜ける KY4 車の動画がドライブレコーダーによって記録されており、警察は電柱衝突時の速度を時速 70km と推定した。本件に関して単純な転換発作による意識消失を原因とするには、最初のタクシーとの追突から電柱に衝突するまでは 360m の距離があり、道幅も非常に狭い上に通行中の車両には、 軽い接触をしたのみで走り抜けているなど不可解な点が見られた。このため警察当局も当初運転手がタクシーに追突した後に逃走を図った末の重大事故の可能性を疑っていた。しかし最終的に京都府警は最初のタクシーとの衝突によって精神的に動転し大和王子2を逃走中に転換発作が起き暴走に至ったと判断し運転手を 容疑者死亡のまま検察へ書類送致した。なおこの事故の3日前に、カヌマシクレーン社暴走事故の遺族が危険運転致死傷罪の改正の署名を法務省に提出しており、その矢先に発生した事故であった。2013年8月8日、京都地方検察庁は運転手を容疑者死亡により不起訴とし、運転手の勤務先の社長も運転手の持病を 認識していなかったため不起訴処分とする方針を固めた。被害者遺族らによって、運転手の遺族及び雇用者だった企業に対して、遺車料などの損害賠償請求訴訟が提起された。原告は、運転手の遺族に対しては、男性の損害賠償義務を相続しているとし、雇用者だった企業に対しては、自己車両の所有者であり、運転手の雇用者であるので、 自動車損害賠償保障法などに基づく使用者責任が生じるとした。2014年2月4日、京都地方裁判所は元従業員に過失があり、会社と家族が賠償責任を負うことに争いがないとして、運転手の家族と勤務先会社に対し、逸失利益約2100万円や医者料2700万円などを含む総額5200万円の支払いを命じた。 2015年10月には4600万円の支払いを求める別の訴訟が起こされた。事故を受けて現場となった大和王寺2では道路改修が行われた。自動車の制限速度は4 0トルから3 0トルに改められ横断歩道が新設された。歩行者を守るために車止めが設置されたり通行帯を明確にするラインが引かれ、 車道の幅は4メートルから3メートルに縮小された。工事は地元住民らの陳情によって京都府が計画し2012年11月より実施された。工事の対象は事故現場だけではなく、市場通りから若松通までの北側約470メートルの区間に及んだ。観光客が多い白川南通り周辺でも同様の工事が実施された。 事故現場の大和王子市場交差点の北側には、長さ4メートルと6メートルの防護柵が設置された。2016年1月、雇用側だった企業は、信用不安による、本事件及び、鹿沼市クレーン車暴走事故によって、持病を申告せずに免許を取得、更新して、病気の発作によって、重大事故が相次いでいることが問題視されるようになった。これを受けて、 2013年6月14日、道路交通法が改正され、運転に支障のある者が免許取得、更新時に虚偽申告を行った場合に罰則が設けられた。2014年5月20日には、自動車の運転により人を支障させる、行為等の処罰に関する法律が施行され、自動車の運転に支障を及ぼす恐れがある病気として、政令で定める者の,の影響により、 その走行中に正常な運転に支障が生じる恐れがある状態で自動車を運転し、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を支障させた場合に危険運転致死傷として被害者死亡の場合で1年以上20年以下の有期懲役に問えるようになった。ありがとうございます。